で最後に残された難題ががんの問題でしょがんの謎も解いたんですよ6年前に、うん、いろいろ見つけてる割にはあんまり褒められないでいじけていんですけどがん <laughs> の謎を解くには午前中にいたあれなんですねエネルギー生成の問題を導入しないと謎が解けなかったわけです。 私たちというのは1つの生き物のように見ますけどそもそも無酸素の地球で、えー、酸素なしにエネルギーを食べ物からエネルギー6単糖のブドウ糖を3単糖の乳酸に分解する形で解凍系という方法でエネルギーを取ってで単細胞のまま分裂し,しているというのが一番反映した生,き生命体の姿だったわけです。 で同時並行で太陽の光を使って糖を合成する光合成細菌が進化で生まれてでその進化の流れの中で酸素を放出するものが現れてです、ね、地球に初めて酸素が溜まってきたんですねでこの危険な酸素のために我々の古い先祖は生きづらくなってたんですけど危険な酸素を使って効率よくエネルギー ATP を作るですね えミトコンドリアが進化で生まれたわけで,すで我々の古い先祖の使い終わった乳酸を安定した餌にしようとして規制を繰り返したんですねところが我々の古い先祖は分裂が早いためにミトコンドリアは入っても希釈されるっていうような難点があってなかなかですね安定した規制関係が成功しなかったわけでだいたい8億年ぐらいかかって 今から12億年前にですね、きちんとした共生関係ができたでそこのところで起こったことはミトコンドリアが分裂抑制遺伝子を持ち込んで我々の古い先祖の分裂を止めるとかを遅くするそういうことでいや希釈されずになったそういういきがあるんですねでその名残は今でも残っていて私たちの体の中で、えー、ミトコンドリアの多い細胞は 分裂でできないんですね。分裂が許されているのはミトコンドリアの少ない細胞だけだじゃあミトコンドリアの多い細胞は、えー、どういう細胞かというと筋肉では赤みを帯びた筋肉ですね骨格筋のうちの接近心筋とか横隔膜ほとんど休みなく動ける有酸素であともう一つ、えー、ミトコンドリアが多いのが脳神経の 脳の神経でですすね。ね。ニューロンです、ねうん、私たち息が止まると真っ先に脳がやられますけどミートコンドリアンが多いからなんですねでここら辺が分裂できない大体3歳ぐらいまでに分裂が終わってあと一生大事に続使い続ける細胞なわけです,ですから脳梗塞とか心筋梗塞を起こすとダメージがひどいんですね障害が後輩の時は死ぬこともあるわけです 一方、ミトコンドリンが少ないのは皮皮、膚のの細細胞、胞腸の上皮骨髄細胞ですね。あとは子どもの時は解糖系中心で生きるので全身の細胞が分裂する時期でもっと驚いたのは子どもから大人大人からお年寄りに年齢を重ねるに従って解糖系優位で始まって1対1の調和の時代大人。 解答剤が縮小してお年寄りになるとねミトコンドリアで生きるっていうなそういうシフト現象を見つけたこれはね今年になってから英文で書いてアクセプトされたんですね通ったんですねですから今年もんとあれです新しい英語の論文通りましたけどこれ,これをのシフト現象をする知ると子どもの健康を お年寄りの健康子どもは解凍系で始まるんで元気よく瞬発力を発揮して元気よく遊ぶんですねところが乳酸が溜まってしまうんで長く続きしないというのが子どもの遊び方なんです。解凍系は分裂ですから、えー、特定の場所だけでなくて全身の細胞が分裂する。 でその時はブドウと1分子から、えー、作られる ATP は解糖系では2分子の ATP なんですねところがミトコンドリア系は36分子の ATP18 倍のエネルギー効率の差があるそれと子どもたちは10次のおやつ3次のおやつ伸び盛りの子どもがやたらにお腹空すかして夜食食べたりね頻繁に 糖糖を使使う補給すする時代ですねで回答系は糖しか使えないこっちミトコンドリア系はこっちが使い終わった糖を50%残りは脂肪ですね長距離マラソンとかやってるとやたらに痩せこけてきますけどこっちは脂肪も燃焼させるんでねや長距離を趣味にすると痩せこけてくる で大人になると、えー、成長は止まって3色でよくなる時代ですねでお年寄りになると回頭系が縮小してであの機敏な動作が苦手になって衰えて持続力は残るって感じですねでミトコンドリアもね鍛えると数が増える特徴があるんですねで鍛える場所っていうのは筋肉の接近と脳神経ですからねですから 体を動かすことと頭を使うことがねミトコンドリアの数を増やしたり維持するための条件になってるんですねですからお年寄りになってぼんやりしてるとミトコンドリアが少なくなって体ももうそろそろ姉妹い時だと思って死ぬわけですところが運動したり頭使ってるとねあれまだ生きるのかっていうような反応が起こってね生き続けれるんですね うん、そういう独特ののがお年寄りのさエネルギー効率が、えー、あれなんです、えー、いいんでねんやっぱり7080になるとだんだん少食になる60代でもラーメン大好きだった人がそばでいいとか上に具ののってない方がいいなって、うん、そういう独特のね のが健康法になるわけです私たちのは辛い目に遭うと髪の毛が抜けたり歯が抜けたり進化した臓器を削る反応を起こして基本に戻って生き延びるんですねその基本に戻る一番の原点がミートコンドリアを減らす適応現象20億年前12億年前の先祖細胞に戻れば低酸素でも生きれるわけですからね。それが発がんの 仕組みだったんですね。ですからがんは遺伝子の失敗じゃなくてがんでさえ遺伝子のし体の失敗でなかったわけですすでね。ですからやっぱりあのがんを自分で治す人、うん、今先生方でもい,いい結果出してる人たちはやっぱり基本的には体を温める。 過酷な生き方をやめて体を温めること深呼吸することですねあとは最終的に攻撃してがん細胞を消滅させるのは自己応答性のある腸管免疫ですから腸管の内部環境を良くして便秘とか下痢とかの乱れをなくして不排臭のない便になってリンパ球を育てるで。そうやって も消えるわけですいろんな仕組みを理解すればストレスの反応さえ体の失敗でないってある意味では人間の仕組みっていうのは我々はの考えは怪しげだけど体自体は巧妙で、えー、すごい間違いを起こさない世界ですね。うん、あとはあのお年寄りが